ルーシーのやつもすっかり元気になりやがった。ルロ、動物好きでとっても優しいのね。誰だそこにいるのは。ねえルロ、もしよかったら今度の休み一緒に動物園行かない？俺は獣だ。行かない行かない。私はあんたをリーダーと認めたわけじゃない。山猫ちゃま、確かに私の方が胸が大きくて、男子はみんな私のこと性的な目で見てくるの。胸につけたマスクメロン、一つ私に面相を。そしてそんな私に山猫ちゃまは劣等感を感じ、そんな喪服みたいな黒い服着て自ら人生終了のサインを出した。その気持ちすごいわ。おい団長、そろそろ飯にしようぜ。今日カレーやった。こいつら、なんでルローのこと好きになっちゃったんだろう。猫、この服着るといいざます。ルローは生粋の獣ですから、この服を着て山ちゃんはやめへんで叫べば、ルローの下半身は大爆発を起こすことでございましょう。山ちゃんはやめへんでー。やめへん祭り会社で、ほんま